構ね、だから村田さんは逆に、手札を捨ててもポイント全然減らないから、うんうん、あの最悪いらないカードを捨ててもいい。そうそう、いくつか切ってよりかっこよくしてるっていう。これ2枚でもできるっていう。なんか別に僕はあのもうこの時点での勝負としては負けてるけど、すげえ満足感がある。確かに確かに。とりあえず3枚よ。これね、やばいね。やばいやばい。みんな3枚よ。これはね、早く動画にあげたい、ね。あげたいね。そうね。はい、俺の編集量が上がるけど、まあ頑張りますわ。うわ、これ結構来てるな。あ、これも、では、強いな。山札から3枚を表向きで、うん、お願いします。1、2、龍、ゲル、ゲル。なるほど。うわ、よいしょ。俺からか、うん、いやこれ難しいな。3枚オープンで。おお、なるほど。円、その中から1枚を選べます。ザン。おお、ザン来た。せー、ザンは熱い。ザン熱いな。ザン、うわ、ザン惜しいな。いや、そうか、ザン、あ、語尾あんのよな、もう。変えてみるとか。いや、でもセリフ的にね、切る。ああ、何何何みたいな。セリフ的に使える。セリフを使う。そう、それもある。セリフに使うの。ザンもらったとかね。わあ、ギリとかね。そう。じゃあ俺はそうだな。うん、これね、結構一枚ずつゆっくりって言った方が良さそうなんだよね。じゃあ俺も3枚オープンします。影。もう、トラ。これ1枚ずつ増やしてった方が。整えやすい気がする。うん、あー、どうしようかな、これ。あー、これどうしようかな。1枚、あ、ごめん、分からなくなっちゃった。これだ、もうか、こうだから。マジか、微妙だな。なるほど。おお、トラか。トラ難しいですからね。さっきここだいぶ頑張りましたからね。闇を捨てて竜をもらおう。おお、着々と。いや、俺4枚だな、まだ。2枚引くわ。お、うん、いいね。あ、むずいな、これ。これって、何ポイント以上取ったら勝つとかあるんでしょうか。ない。最終的には、一番プレイヤーのやつが多かったら勝ちだから、うん、まあ、多分計算上なんか得点がこれまでになったらとかない。ないよ、ないな。三、三ラインとか。まあ、一応全然勝てなくなったらでぐらいいいんじゃない。うん、あの、あまりにも一人がもう取りすぎてみたいな。3回やって終わりって書いてある。そうそう、3回やって3周やってってことで。も結構今効率が、村田さんが総取りしたらもう結構強い。じゃあ僕は逆にここで3枚確定で、まあ、あと3ポイントもらってもいいんですよね。あ、それも、あ、うん、あの、一応ね、ポイント1ポイントは得られるから、それでもらって、うん、そう、これが、あの、あ、もう村田ゲーム捨てたなって、ゴミカード3枚だなって思わせといて、パッて開いたらすごいカードがあったら点数取れるわけですよ。じゃあ6ポイントもらっておきます、僕は。あ、1ポイント、1ポイント、ワインツ。じゃあ2周目に参りましょうか。はい、まあ、一応カードはあのカード収録カード一覧はあるんだけど、それを見ても面白くないので一応見ないような形で、うん、それがいいと思います。な、見てもっていうところあるからね。覚えられない。じゃあね、これオリジナルで自分で考えた漢字を使うこともできるので。ああ、うん、客を捨てます。食堂、客捨てます。マジか。星を取る。星。おお、これね、でも愛に増やしたくないんだよね、正直。これはやはりもう卑怯な手だっけ。これ最後、いや、まだまだ2枚、あ、じゃあ3枚だな。3枚いこう。ああ、うわ、魔が出たわ。魔が増えるな。突、うわ、突撃、突撃が出ましたか。いや、これも劇ですね。おお、うん、安牌でいきます。突撃いいな。突撃いいな。まあ、ちょ
っと2枚引いてみるか。あと5文字で隣の晩御飯とか作れないですか。すげえな。笑ってやがる。いや、なんか すごいの来た。これだっけ。うん、そうだよ。ごめんごめん。タイトルは、メッセージは、おー、人千代、みことの量もある。強いぞ。なんだこれ。どうしちゃう。僕のターンですね。はいはい。うん、いいカードが出てきてるかもしれない。ポイントいただきます。おーい、強いワンポイント。さあ、ラストターンですね。これなんかオリジナルルールとか付け加えてて面白いかもね、慣れてた。うん、レーンを捨てて、うん、影をいただきます。うん、ちょっと待ってくれよ。うわー、ちょっと待って、かけるしかないなこれ。うん、3枚いくわ。おお、歯が、もうどうか、いやー、1枚、あー、列か。めっちゃバー出てるな。いや、しかもめっちゃいいの出てるね。あー、ちょっと待って、ここだけで技ができる。うんうん、ここに連脚があるし。連脚は俺が捨てました。あー、これちょっとどうしたかな。いや、これはね、うん、これはもうローだな。どうでいくわ。どうしようかな。割と5文字で綺麗にいってるんだよな。そういう場合はポイントでね、しのいでも全然、うん、違うんだよ、私もそのなんか引きたいじゃん。ロマン、ロマン、ね、ロマンを追いたいじゃん。ロマンこれはね、修行してるんですから、ね、そう、あえて、あえて、じゃあ間のとも3枚引いて、うん、ああ、うん、結構1枚。おお、まあ、かっこいいの出たな。雷来たか。雷来たか。めっちゃ出てるな。でもどれか一つ取らなきゃいけないと。あ、そっか。まあでも一つ取っていらなければ白一点マイナスで出せるんで。うん。ね、にくいよねこれ。だってどれちょっとこれもらうわじゃん。おお。じゃあ俺はライもらうわ。うわー、チャラ捨てるわ。ソーラー。おお。あー、それちょっと惜しかったかもしれない。村田さん、空か。おお、動くか。交換せねばならず。空で動くか。動くか、村田。いや、僕この3枚をね、この3枚は僕絶対動かせない3枚だ。そうなんだ。おお、白いただきます。マジか。おー、24点になりましたよ。以上なんで一回馬場も片付けます。はい、片付けにしよう。じゃあ山札も、こちらに。コッコが頭から。はい、じゃあ私の技から出させていただきましょう、はい、全部訓読みで整えました。訓読み？はい。おお、訓読み。マジで？いいですか？はい。見てないと一番大事なシーン。そうそうそう。はい、いいよ。お願いします。星影乱れ切り。おお。わあ。いいじゃないですか。中肉性。中肉性けどあるわ。そういうのあるわ。ありがとうございます。僕はですね、3匹のまあ、動物というか、まあ、それをまとめた技を、うん、選びましたね。いきます。おお、白虎。おお、白虎。コッコ、白虎。龍河浪劇。はいはいはい。龍河浪劇。白虎、龍河浪、龍河浪劇。虎と竜と、あ、この3つが合わさった良かですね。いいな、いいな。だってビャッコってもう、そう、ギタック持ってるコッコよりも強い。ビャッコ、ビャッコ持ってて竜が持ってるって。俺の頭の中ではコッコはもう鶏なんだよ。ビャッコ、画廊劇とかでもいいけど、うん、うん、まあ、この時代は終わったんですよ。我ら一軍にして無敵の陣形、うん、竜王、お、うん、破滅戦陣。おーい、やべえ、やりましたね。完全に魔法のなんかエンジン組まれてる感じ。強っ、攻撃魔法じゃなくて魔法の魔法みたいな。綺麗な破滅戦陣。そう、破滅戦陣。やべえ、竜の王を破滅させるための。怖いな。やばい、これは読みたくない。
なるもん。魔王破滅星人。あのね、この状態でね、この状態でね、王と別が来たんですよ。ちょっとみんなで一斉に読んでみな。5人に読んだら結構感動くれんの。せーの、竜王破滅星人。これ多分今五角形の結果です。これね、俺のはね、ジャンプ漫画のワードっぽくなってたら、おまあ、バッカッサイ、将来おぉ将来なるほど、いいね、いいね、いいね、ドゥルガー、カズルガーいいじゃないですか、みんな見てて、みんな見てて将来がね、うん、いいね、氷となんせ雷だからね、うん、バッカイサイ頑張りましたね、バッカイサイ頑張ったね、いいね、爆発して壊して粉砕する、はいはい、これいいよ。よし、じゃあどうもね、僕のこの3枚が皆さん気になったと思うんですよ。そうだよね、はいはい、一切変えなかったこの3枚、うん、はいはいはい、どれだけ強いか、もうなんかあの白虎とか竜とか狼とか そんなレベルじゃない、もういきます、はい、もうわざというかもう召喚獣ですねこれ、ほういきます、七天神なるほど強いね、いや神を召喚してきたな、もう七天神が来た時点で、あ、もう僕いらねえよ、いらないね、あ、これ以上に無駄なもの付け足したくないと思う、あ、そういうパターンもあるのか、これすごいな、でもな、七天神と竜王がいますからね、これ竜王を倒す技でしょ、そっか、じゃあ、いや、これすごいな今回何もせずですからね、これね、自分のがマジで無様に見えてくれる、いやいや、そんな多いよみたいな、じゃあ行くかい、OK っす、かっこいいのでしょ、うん、そうそうです、自分がね、かっこいいと思うの、せーの、おー、これ満場一致よ、もう一回やろう、せーの、竜王破滅星人、絶対は竜王断末魔の竜王30です、あーいやーすごいなー、でも星の見た目にも好きだったんです、いやーこれで逆転だね、逆転になりましたね、ありがとうございます、これもうだって7枚とかで全員の票集めないとかってじゃあシャッフリングを、これ結構カードが多いのでいやいやいや、シャッフル飛べだよっていうやつは、じゃあ僕半分もある、くわーマジかー、それは無理だよ、だってさ守ってきたもん5人で5人で整った段階でも勝ちが決まったよ、もう一卒しちゃったもん、王完成させちゃったもん5人で、ね、どうあがいてもあれがいっちゃ強いわ、強いわ、ごぼう勢できてたからね、いやすごかった、いや全然みんな他の人が全然悪いとかそんなこと全くないよね、みんなに言うとか言わなきゃよかった、いいわこれくっそ面白い、想像通りすげーの来るな、想像通り盛り上がるなこれ、いやこれね、村さんの指定上ね強いんだよね、そうか、指定上そう、もう1票ぐらいもらえるかなと思ったんですけどね、最初から変わってないと、ね、変わってないってだけないですよね、そう一番目で指定陣揃ってたはいはいはい、最初の3枚揃ることはないでしょ、いやでも先人作ったな、先人作ったな